絶対に勝ち点3が必要な試合だったので、まあ、その試合で得点という形で貢献できて良かったです。リンスが本当にうまくキープしてドリブルで相手を引き連れてくれたので、でパスコースあって非常に絶対出してくれるなと思ったので、まあ、シュートコースはあんま見てなかったんですけど、うまくコースに流し込めたなと思います。いつもベンチで結構悔しい思いをしてきたメンバーのところで一緒に、はい、乗り込みたいなと思ってたので、本当にそれができてよかったです。まだまだ2位なんで、はい、あと全試合勝つしかないと思うので、ね、相手のことは気にしないで、やっぱり自分たちがあと2連勝してシーズンを終わらせて、その結果1位になっていれば、優勝していればいいなと思います。